東京ダービーってことでね、予想していきたいと思います。三つけ小兵町発注でございます。こちら、えっ、ー、と、6月5日、多い11です。ですね。3歳の G1、まあ。ついにですね、今年から、まあ、ジャパンダートダービーではなくて、こっちが、まあ、ダートのダービーってことになります。まあ、南関東のね、山冠路線を立地区解放というかですね。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、ダービーといえば、 まあ、ダートのダービー、ダートのクラシック予選が今年から整備されていくという中でですね。まあ、とはいえ、やっぱり JRA 勢が強いっちゃ強いよなっていう中で、まあ、羽田杯不完全燃焼だった馬がその分の運もっていうのが今回こんな感じですね。軸は4番のハビレ。 まあ南、南関東大井競馬場もね、昨年の秋から白い砂に変わって、それまでの外差しのイメージ、まあ特に雨降った時みたいなところからね、この梅雨時、まあ、逆に雨降った時は前残りみたいな感じにね、あの砂の様子が変わりましたという中で、まあ一番内枠を引いた JRA 勢というだけでもね、狙いどころ。 まあ、羽田杯4着、地方馬にも先着を許したとはいえ、1着馬は出てこない。で、えっ、ー、と、この馬はね、その1着馬と交錯して、まあ、それでね、あの勝負を諦めたみたいなとこがあったんで、まあ、実は4着って、で、まあ、4番人気だととかっていうと、過小評価と。 いうところでね、軸でいけるんじゃないか。まあ、旧車もね、武井良級車ってことはね、このね、3歳ボバ路線、さこの世代の、えー、とボバの G17 つのうち6つにこれで出走を果たすっていうね、一番、まあ、調教師としてはね、すべてのレースに出てきたみたいなね、優秀な調教師。まあ、旧車力みたいなとこも評価してですね、まあ、 去年もそうでしたね、あの、ハー,トハーツコンチェルト、えっ、ー、と、東京ダービーじゃないや、日本ダービーをね、一番あのピークに仕上げてきたダービーに仕上げきる急車力みたいなところも評価して軸でいきたいと思います。まあ、そして3番、シシュフォス。3走前ね、逃げ切りがちと。まあ、これもね、内目の枠でね、あの一応、まあ、地方場で前に行くパターンっていうと、 えと何年か前にありましたよね、大穴開けたのがみたいなジャパンダートダービーですけどね、まあ、そんな感じで紐には拾っておきたいと思います。で、7番のアンモシエラ、ホープフルステークスの後はダート交流重賞を3戦と、まあ、使いづめのローテーションという点はね、やや不安ですが、まあ、これも入れておきたいと思います。そして8番のシンメデイジー、まあ、コーチの代表でね、6戦6勝というところでね、まあ、圧勝続きできてますし、立ちくでも十分通用するんじゃないかなというふうに思っています。 で、10番の里のエピック。まあ、この馬がね、あのー、ダービーに出るかダービーに出るかみたいなところでね、まあ、ダービー除外ならダービーなんていうふうに言ってたんですが、まあ、ダービーの方も抽選対象みたいなところで、まあ、ダービーの方に回避馬が出て、こっちのね、東京ダービーの方に出てくる。まあ、アマンティビアンコが回避して、権利をゲットしたみたいなところでね、 まあこういう、それでもまあ JRA 勢の枠の数を考えると、これもね、JRA 勢、まあ紐5点だったら拾えますから、全部拾えますからね、入れておきたいと思います。まあ、そして14番のアムジェット、まあ3連勝でユニコーンステークスを圧勝してきました。まあ JRA のダートではし、まあ、新しく出てきた、まあもっと強そうな馬、 えっと、交流中のね、あの G1 路線、だ、このダートクラシック路線、新しく入ってくる枠っていうと、ユニコーンステークス組ぐらいしかない中で、まあ、それまでにね、ほぼ枠が決まってしまっていたダートクラシック路線組より成長力を見せてるんじゃないかというところでね、本当はまあ、確かに一番人気では同じくでとかって言ってもいいところですけどね、まあ、今回はこれでいきたいと思います。まあ、またいつも通りやっていくんでね、チャンネル登録とぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。